2020年シーズン、それはいろんな意味で歴史に残る年です。某ウイルスのせいでシーズンが中断されたり、ディズニーバブルという今までだったら想像できないような状況を作ったり、とにかく波乱万丈の年だったと言っても過言ではありません。ですが NBA ファン全員の総意として、そんな気持ちが全部吹き飛ぶぐらい面白かったと言えるシーズンだとも言えます。そしてシーズンが終わればもちろん毎年恒例、今季の各ポジショントップ10やるしかないでしょうというわけで参りましょう。今回は2020年のポイントガードトップ10をランキングしていきたいと思います。評価の基準として実力ではなく今季の活躍でランク付けをしています。また昨年度同様最低試合数は設定していますが、シーズン中断の影響もあり、去年50試合だったのを今年は30試合まで下げています。つまり30試合以下の選手は出ていません。というわけでカイリー・アービングやステフィン・カリーは出てきません。また試合数はある程度は評価に入れます。めちゃくちゃ重要な項目ではありませんが、活躍が惜しかった2人の選手がいた場合、試合数で差が出ることはあります。で、評価基準としてレギュラーシーズンを基準に、その上でプレイオフで大活躍した選手はプラス、逆にプレイオフで不調だった選手はマイナスにしません。理由としてそれをしてしまうと、どうしてもプレイオフ出た選手がプレイオフに出れてない選手と比べて不利な状況に置かれてしまうからです。そんでもってポジションは俺が結構勝手に決めてます。俺のイメージでこの選手は入る、この選手は入らないみたいなところがあるので、ポジション的に意見が合わない場合は許してください。今回のランキングではポイントガードかどうか曖昧な選手のうち、レブロン・ジェームズ、ジェームズ・ハーデン、ドリュー・ホリデイ、シャイ・ギルシェオス・アレキサンダー、この4人は入りません。逆にルカ・ドンチッチとベン・シモンズは入っています。それではランキングしていきましょう。第10位、ジャー・モラント。さて、初っ端から驚きのランクインです。このモラント、皆さんご存知の通り、なんと新人選手です。ルーキーながらメンフィス・グリズリーズの中心となり、トレードされたマイク・コンリーの穴を問題なく埋め、今季のみの活躍に関してはそのコンリーよりも高い評価を受けました。モラントはシーズン平均 17.8 得点、 7.3 アシスト、 3.9 リバウンドをマークしながら、グリズリーズのオフェンスを引っ張り、新人離れした活躍と度胸を見せつけました。この平均アシストはリーグ10位です。新人ガードの懸念点であるシュート効率もフィールドゴール成功率 47% と悪くなく、3は成功数と確率ともに高くはありませんが、決して悪くはなく、将来的に上手くなる予兆は見せています。そしてモラントといって忘れてはならないのは、新人にしてはとんでもない頻度で起こるスーパープレーです。数字もさることながら、ビジュアル的にも信じられない選手なのです。ケビン・ラブのキャリアを終わらせかけましたし、てなわけでほとんど満場一致票で新人王を受賞したモラントは、ルーキーながらグリズリーズをプレーオフまであと1勝のところに導き、 NBA ファンには将来を期待させる選手になったのです。第9位、ケンバ・ウォーカー。地味に今年で30歳になったケンバ。それでもクイックネスとハンドリングスキル、そして高い得点能力は健在で、ここに乗るには十分すぎる活躍を見せつけました。シーズン平均 20.4 得点、 4.8 アシスト、 3.9 リバウンドをマークし、セルティックスのスタメンポイントガードとして尽力。シュート成功率もいい数字を残しています。特に3に関しては昨年度から確率を上げながら1試合の成功数をキープ。つまり少ない数のシュートで同じ数の成功数を残しています。この 20.4 得点というのはそれだけを見ると決してとんでもない数字ではありませんが、ブラウン、テイタム、ヘイワードなどの多くのスコアラーと一緒にコートに立っている事実を考えるとかなり高い数字です。そしてそれを評価されたケンバはオールスターゲームにも選出。プレイオフでは別段活躍したというわけではない、というか調子が落ちているくらいでしたが、それでも優秀な選手でリーダーシップチップとスコアリングでチームに貢献し、カンファレンスファイナルまで出場しました。特にリーダーシップに関しては昨年度のカイリー・アービングと比べるわけじゃありませんが、昨年度のカイリー・アービングと比べたら比べ物になりません。第8位、ジャマール・マレー。先に言います、仮にレギュラーシーズンだけのランキングだったらマレーは絶対入ってません。シーズン平均 18.5 得点、 4.8 アシスト、4リバウンドはいい数字ですが、トップ10レベルの数字ではありませんし、シュート成功率もいい数字ですが、ズバ抜けているわけではありません。ではなぜマレーが第8位かというと、プレーオフでの活躍が神がかっていたからです。
第1回戦ではドノバン・ミッチェルとバチバチに戦いながらユタジャズ相手に平均 31.6 得点、 6.3 アシスト、 5.5 リバウンド、そしてありえんシュート成功率を残し、 3-1 でジャズにリードされていた状況からカムバックで1回戦突破、ゲーム4と6で50点ゲームを達成し、歴代でもチェンバレン、ジョーダン、アイバーソン、そして同じシリーズ内のドノバン・ミッチェルに次いで史上5人目の1シリーズで50点試合を2つ残した選手になりました。そしてその後の2回戦で最強チームだったはずのクリッパーズ相手にまたもや大活躍しながら、またもや3-1 からの逆転劇を見せ、ナゲッツは史上初の1回のプレイオフで2度も 3-1 から逆転したチームになりました。そして最終的にレイカーズに負けるとはいえ、このプレイオフはナゲッツの、そしてマレーの強さを見せつけるには十分すぎるものでした。プレイオフ平均 26.5 得点、 6.6 アシスト、 4.8 リバウンド、そしてめっちゃ高いシュート効率を残し、マレーは人々の開いた口が塞がらない状況を作りました。第7位、トレイヤング。今季のヤングの評価は面白いです。明確に他の選手より優れた面もあるのですが、同時に明確に劣っている点があるのです。まず明確に勝っている点ですが、スタッツです。やばいです。2年目選手としてヤングは平均 29.6 得点、 9.3 アシスト、 4.3 リバウンド、この平均得点はリーグ4位で、平均アシストはリーグ2位です。その上でシュート成功率は決して悪くないです。あのさ、やばくね？2年目ながら得点4位、アシスト2位。数字的な観点で言えばこのランキングでもトップクラスです。ビジュアル的にもすごくタフなショットも難なく決めてきます。そのおかげでヤングは今季の東のオールスターのスタメンにも選出。では、そんなにすごい数字を残している彼が一体なぜこんなに順位が低いのか。第一に、シンプルに勝ち星が少ないこと。これはヤングだけのせいではありませんが、20勝47敗。言い換えると、あのキャブズより1試合多く勝ってるだけです。そして何より問題なのが、圧倒的なディフェンス力の低さ。スタメンレベルの選手では、真面目にリーグ最弱のディフェンダーです。ですので、最強レベルのオフェンス力と最弱レベルのディフェンス力を持ち合わせたヤングの総評は、今の時点ではこのあたりだと思います。今後ホークスがどういう風にチームを構築するのかによって、ヤングの評価は大きく変化していくと思います。第6位、カイル・ラウリー。昨年度の覇者トロントラプターズ、今季エースでありファイナル MVP だったレナードを失って落ちると思われたラプターズですが、彼らは今季も東の2番目の勝率を残しました。理由はいくつかありますが、そのうちの一つがラウリーのリーダーシップです。シーズン平均 19.4 得点、 7.5 アシスト、5リバウンド、 1.4 スティールを残したラウリーはオフェンス面では優秀な司令塔として、そしてディフェンス面では獰猛な犬のように相手に食らいつき活躍しました。ちなみにこのアシスト数はリーグ9位、スティール数はリーグ20位です。パス能力はもちろん、シュート力も高く、エースのシアカムとの相性も抜群でした。オールスターゲームにはそのシアカムと共に選出され、すでに潤っている受賞歴をさらに良くしました。そんなこんなでレナード抜きで東の2位まで行ったラプターズ。チームの精神的支柱としてラプターズを引っ張り、攻守の両方において貢献をする選手。それがラウリーです。チームのエースではありませんが、トロントにとって最も大切な選手なのは間違いないでしょう。数字的にはヤングの方が上だし、プレイオフの活躍で言えばマレーの方が上です。それでも俺はラウリーが今季の6番目のポイントガードだったと信じています。第5位、ベン・シモンズ。正直に言います。シモンズは選手として新人の頃からあんまり成長していません。シュートも打てないし、ハーフコートのオフェンスでは効力が下がりますし、髪型もここ3年あんまり変化がありません。顎ひげが伸びたぐらいです。ですが、それでも彼は今季のリーグで5本の指に入るポイントガードです。シーズン平均 16.4 得点、8アシスト、 7.8 リバウンドは立派なオールラウンダーの数字ですし、フィールドゴール成功率もシュートのほとんどがペイントエリアとはいえ 58% と非常に高いです。平均アシスト数に関してはリーグ6位です。また先ほどあまり成長していないと言いましたが、それはオフェンス面での話です。シモンズは今季ディフェンダーとして大躍進を遂げました。まずスティールは平均 2.1 スティールでリーグ1位です。そう、スティール王。そしてそのクイックネスとサイズを生かし、真に5つのポジションを守れる数少ない選手へと変貌。今季のオールディフェンシブファーストチームに選ばれました。しかもですよ、今季のシモンズはスリーポイントシュートを2本も決めています。あのシモンズが2本も決めたのです。終わってみると、オールスター、オールディフェンシブファーストチーム、オール NBA サードチーム、スティール王と3年目、空白の1年目を含めれば4年目、選手としては完璧に近いレギュラーシーズンを送っています。
プレーオフは残念ながら怪我で出場できませんでしたが、彼がいればもしかしたらセブンティシクサーズはセルティックスを倒していたかもしれません。そこは各自の意見にお任せします。第4位、ラッセル・ウェストブルック。ウェストブルックは相変わらずウェストブルックです。明確な弱点があり、ヘイトの的にはなりつつも、彼の凄さは誰も否定できない。そんな選手です。もちろん最も新しい彼のイメージが、プレイオフでせっかく克服した弱点を復活させたことなので、いいイメージを持っている人は前より減ったかもしれませんが、これこそ俺がプレイオフの不調をこのランキングに考慮していない最大の理由で、じゃあプレイオフで不調になったウェストブルックと、そもそも怪我で出れなかったシモンズ、ここでウェストブルックだけをマイナスにするのはフェアじゃないと思うんです。だから、プレイオフでの失敗は今回考えていません。そしてそういう観点で見たとき、個人的にレギュラーシーズンでのウェストブルックはレギュラーシーズンでのシモンズより上です。シーズン平均 27.2 得点、7アシスト、 7.9 リバウンド、 1.6 スティール、平均得点はリーグ7位、平均アシストはリーグ12位、平均スティールはリーグ11位でした。昨年度アシスト王だった彼ですが、さすがにハーデンとプレーしながら10アシスト以上残すことはできなかったみたいです。シーズンの最初の方こそ苦手な3を乱発して悪い意味で目立っていましたが、アジャストしてからは変貌、ドライブを多用したりエネルギッシュなプレーを残したりと、自分の強みを理解して戦い大きなインパクトを残しました。エースのハーデンが不調でも問題はありません。この男一人で勝つ試合もあるぐらいでしたから。その活躍もあり、オールスターとオール NBA サードチームに選出、優勝さえあれば完璧と言いたくなるキャリアをさらに良くしました。第3位、クリス・ポール。数字的な観点で見るとポールはウエストブルックよりも下です。またプレイオフでの不調がマイナスにならないという面を見ても、ポールがウエストブルックよりも上だということに違和感を覚える方はいると思います。ですので最初に何がポールを上にさせたのかを説明します。簡単に言えば試合数です。2人とも個人的にほぼ互角レベルにいたのですが、レギュラーシーズンウエストブルックが53試合なのに対してポールは70試合です。だから本当にわずかな差ではありますが、今回はポールを上にしています。まあ正直あまり差はないです。シーズン平均 17.6 得点、 6.7 アシスト、5リバウンド、 1.6 スティールを残したポールはシュート確率もめっちゃ高く、 49% のフィールドゴール成功率、 37% のスリーポイントシュート成功率、 91% のフリースロー成功率を残しています。地味にヤバくね。平均アシストはリーグ17位、平均スティールは13位でした。受賞歴の欄でもオールスターとオール NBA セカンドチームを受賞し活躍。今季のポールの何より大きい功績は、シーズン前にプレーオフ出れるかどうかすらわからないと言われていた OKC サンダーを44勝28敗まで導き、西の第5シードにしたこと。もちろんポールの他にも SGA の活躍などもありましたが、その覚醒すらポールのおかげとも言える面があります。相変わらず一家に一台欲しい選手なんですよね、ポールは。個人的にはポイントガードの完成形だと思ってます。平均 21.5 アシスト7リバウンドをマーク。先ほどのウェストブルックとハーデン率いるロケッツを倒すまであと3-1本分のところまで行きました。やっぱポールさんパネっすわ。第2位、ダミアン・リラード。1シーズンで60点ゲームを3回も残した選手は歴代でも2人しかいません。1人は伝説の怪物ウィルト・チェンバレン、そしてもう1人が2020年のダミアン・リラードです。ジョーダンもコービーもハーデンもレブロンも KD も誰一人達成していないことなのです。その他にも50点ゲームを3つ、40点ゲームを5つ残しています。それだけ今季のリラードは化け物でした。シーズン平均ちょうど30得点、8アシスト、4.4 リバウンド。平均得点はリーグ3位、平均アシストはリーグ5位です。てか30点でリーグ3位って今季やばいですよね。3に関しては1試合10本以上打ちながら 40% 以上の確率で沈め、2016年ステフィン・カリーほどではないにしても限りなく近いパフォーマンスを披露。ブレイザーズ自体は怪我が多く、しばらくはプレイオフに出れる順位に入っていませんでしたが、バブルでリラードは爆発、滑り込みで第8シードをもぎ取り、バブル MVP とオールバブルファーストチームを受賞。プレイオフではチャンピオンのレイカーズから一戦取り、その後負けてリラードのシーズンは終わりました。ですがそんなリラードの今季は魔法のようにすごいものでした。数字的にもそうだし、ビジュアル的にもそうです。こうしてオールスターとオール NBA セカンドチームに選ばれたリラードは大暴れしました。だから昨年度2位の座を取ったリラードは今季も2位なのです。ですが去年1位だったカリーは今年怪我でランクインしていません。じゃあ一体誰が今季の第1位なのか。第1位、ルカ・ドンチッチ。皆さん、彼は2年目選手です。それでも1位です。ポイントガード全盛期に2年目選手が1位です。
彼の2年目は歴史を見てもそうそうない2年目です。どれだけすごいかというと、とある NBA YouTuber が最強の2年目選手なのかを考察する際にティム・ダンカンを忘れて炎上しかけたほどです。まあそれ置いといて、とりあえずドンチッチがなぜ1位なのかを説明します。シーズン平均 28.8 得点、 8.8 アシスト、 9.4 リバウンド。もうこの時点ですでにおかしいです。平均得点はリーグ6位、平均リバウンドはガードながらリーグ17位、平均アシストはリーグ3位、シュート成功率も悪くなく、スリー成功率は一見すると微妙ですが、ステップバックなどを多用する彼のショットセレクションを考えると悪くはない数字です。ハーデンみたいな。今季ドンチッチを中心にしたマブズのオフェンスは歴代で最も効率的な数字を叩き出し、今さらっとすごいこと言いましたね、2年目選手中心のオフェンスが歴代最高効率です。バブルでも大暴れし、オールバブルファーストチームに選出、オールスターには西のスタメン出場をし、すでにリーグトップ10選手であることを証明しました。そして今季オール NBA ファーストチームに選出されたドンチッチ、これは冗談抜きでとんでもないことです。例の2年目選手がここまですごいとか聞いてないです。プレイオフでは優勝候補だったクリッパーズに敗戦したものの、ルカ自身は大活躍。平均31得点10リバウンド9アシストを残し、43得点17リバウンド13アシストの試合、そしてブザービーターもマーク。もうね、半端じゃないです。ルカ今季21歳ですよ。21歳ながら彼は今季のポイントガードで最強の活躍を残したのです。来年、カリーと彼の現役ポイントガード最強の戦いがめちゃくちゃ楽しみです。いかがだったでしょうか。やっぱカイリーとカリーいないと不思議ですよね。皆さんのコメントもぜひお聞かせください。このチャンネルでは NBA のランキングなどを取り扱っております。これを見ているあなたが NBA ファンだったりバスケファンだったりしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。他にもチャンネル2つやってます。1つはサブチャンネル、1つはラジオチャンネルです。そちらもぜひチェックしてください。で、Twitter もやっているのでそちらもぜひチェックしてみてください。グッズもあります。あんま別に買わなくてもいいけどおすすめです。インスタも一応あります。別にフォローしなくていいです。またこのチャンネルは不定期更新なので、いち早くニコラス・タケシの声を聞きたい方は下のベルマークみたいなやつを押して通知オンにしてください。皆さん今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございます。それでは See you next time!